こんばんは、はじめまして、多くの方がご存じないかと思うんですが、思い出野郎 A チームというバンドをやってます、売れないミュージシャンの高島音です。よろしくお願いします。今日このお話をいただいて、最初僕のような人間よりももっと難民の当事者の方に多く語っていただいた方がいいんじゃないかと思って悩んだんですけど、でももう一度思い直して、この今起こっている入管だったり、この国が抱えている差別や暴力の問題の当事者って誰なんでしょうか。当事者じゃない人っているんでしょうか。先ほど西山さんも言ってましたが、この問題を起こしているのは何も宇宙からやってきた謎の組織じゃないんです。我々が参加した選挙で選ばれた俺たちの代理人であり代表である人間たちが進めている問題です。だから俺たちが止めなければいけない、そういう責任があると思って、こういう今僕は37歳で、両親も日本人で、結婚して子供もいる、要するに超一般的な特権性を持つマジョリティ男性なんですけど、こういう僕みたいな人間に責任があると思ってます。俺たちはこの問題を一刻も早く止める責任がある。ウィシュマさんをはじめ、入管で命を奪われてしまった人たちのニュースを見たときに、強い後悔に襲われました。なぜならどの方も我々が救えた命だからです。あの時もっと仕事とか休んでこのデモに参加していたら、今日来ていただいた皆さんのようにもっと声を上げていたら、 SNS でもっと発言していたら、一番動員があったライブのステージでもっとこのことを訴えていたら、ここに今ウィシュマさんや亡くなってしまった方々は立って、僕なんかよりももっと我々が聞かなければいけないことも届けてくれていたんじゃないんでしょうか。我々は救えた命を僕は見捨ててしまったと思っています。そしてこの後悔はもう一生消えることはないでしょう。だけどだからこそ、もういい加減こういった問題を我々で止める必要があると思います。残念ながらこの国ではただ生活しているだけでは、国家ぐるみのレイシズムと暴力の片棒を担がされる。皆さんのようにこうやって実際行動に移してこの問題と戦うのか、差別と暴力の奴隷になるのか、その2択しかないんじゃないでしょうか。そして後者を選べば、我々はかりそめの平和な穏やかな人生を歩めるかもしれない。だけどそんなものに何の価値があるんでしょうか。何の罪もない隣人の苦しみを差し置いて幸福になれる道などあるのでしょうか。先ほど皆さんも話していましたが、必ずこの問題は我々が止められるものだと思っています。僕の娘は今7ヶ月なんですけど、僕には娘がもっと育った時に、人種や国境に関係なく、さまざまな人たちともっと自由で平等な社会で豊かな人生を送っている、そういう娘の姿がありありと思い浮かべることができます。必ずこの問題は終わらせることができる。そしてこの問題を終わらせるのは他でもなく我々です。我々ですって言ってしまいましたが、我々です。僕も全然売れないミュージシャンではありますが、まだステージや CD などそういった機会を与えていただいているので、自分のやれるところで戦いたいと思います。皆さんもそれぞれ自分の場所で諦めずに戦いましょう。ありがとうございました。